人間を肖像として表現していく方法を見つけて、でこれで生きていきたいと。偉人とか何か達成した人っていうのはこう輝きがあるわけですよね。表情につながってその中身がどう反映していくかっていうのを一つの彫刻として表現できるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うんで、このことで作ることによって学ぶことはいっぱいあると思いますし、お互いにこう学ぶっていうか、そこからどんどん広がっていくことがいっぱいあると思うんで。